こんにちは。2020年4月の14日です。今日も瞑想をやっていきたいと思います。ですね、この前金縛りに遭いまして、それでまあとある人の影響で金縛りを受けたんですけど、でその人の金縛りでなかなか抜け出せないわけですよ。眠っててこう動けねえって、その状況でとある言葉を私が言ったら、まあ、ちょっと具体的になんて言ったかはちょっと言えないんですけど、その人に対してのメッセージを送ったら金縛りが解除されたんです。でこれもね、昔インドの偉い人でアンマっていう女性がいて、その人はよく渋谷とかにその年に1回ぐらい、まあ、今は女性来れなかった、去年は来れなかったのかな、にそのハグとかしてもらう人がいるんですよ。そのインドですごい偉い人でね。でその人とハグしてもらった時にやっぱり金縛りになるんですよ。で私がメッセージをこう、その時にアンマはどうしますかっていうふうにこう日本語で言ってきたんです。日本語喋れないのに、まあ例の世界では言語はないんで、でまあそのどうしますかっていうか、うん、じゃあ今のね使命をね果たしますっていうふうに伝えたら解放してくれたんですよ。でそれまでずっと金縛りの、で金縛りというのはそのとても悪いイメージが私あったんですけど、今回のことで分かったことは、要は決意表明をしなさいということなんです。それで、まあ、要はね、なんか昔の映画とかでこう主人公が部屋に閉じ込められて状況です。それでなんかこうパスワードをこう行くとパッとこう扉が開くじゃないですか。で、まあそれでその本当にあなたはその、まあ、生まれてきた使命を果たす気があるんですかっていうことを、まあ、伝えに来てくる、その聞きに来てくださってるんです。どんな人か知らないけど、まあ それで、でもしも相場に言えなかったらまた、まあ、それはしょうがないよねということでまた次回の見送りなんで、で、まあ、だから金縛りの人っていうのはね、とっても運がいいんですね。撮影してる話本当にしてますね。はい、だから金縛りをしてる人はね、選ばれてるなということをね、認識していただければいいかなと思います。瞑想って言っちゃいましたけど、ヒーリングの方、今日は15分間やっていきましょう。とメガネを外しましてやっていきます。
時間になりましたので、一旦終了とさせていただきます。またやりましょう。バイバイ。